カルデア周辺の諸地方カルデアと近隣の諸地域。カルデアはメソポタミア南東部に広がる商宅地域の歴史的故障である。紀元前10世紀以降にこの地に移り住んだセム系、遊牧民の諸部族はカルデア人と呼ばれるようになった。カルデア人は紀元前7世紀に新バビロニア王国を建国した。短命に終わったバビロン第11王朝を歴史家は慣習的に カルデア王朝、カルデア帝国、あるいは新バビロニア王国と呼ぶ。と言っても、この王朝の歴代の支配者のうち、カルデア人であるとわかっているのは、最初の4人だけである。最後の支配者ナボニデスの出自は、はっきりしていないが、一説には、アッシリア出身とも言われる。カルデア人が定住した地域は、バビロニア南部にあり、主に、ユーフラテス川の東岸沿いにあった。 カルデアという名は一般にメソポタミア南部全域を指す言葉として使われるようになったが本来のカルデアは実のところユーフラテス川とチグリス川の堆積物によってメソポタミア南東端に形成されたこの二つの川の流れに沿った長さ約400マイル幅およそ100マイルに広がる広大な平原であったヘブライ聖書ではカルデア人を指してという言葉が用いられており 70人、約聖書ではこれをカルデア人と翻訳している。アブラハムの出身地もカスギムのウルと書かれている。古代ギリシア人がカルデア人と呼んだのはバビロニアがアケメネス朝ペルシアの支配を受ける前のバビロニアの支配階級であった。現在ではカルデア人がバビロニアの最初の定住民であったとは考えられていないがヘレニズム期の歴史カシケリアのディオドロスは カルデア人を最古のバビロニア人とした。古代世界において、カルデア人は天文学、先星術を発達させていたことで巧妙であり、カルデア人の知恵とは天文学、先星術のことであった。先星術を司るバビロニアの知識階級ないし、最始階級を単にカルデア人と呼ぶようにもなった。カルデア人が使用した言語は、アッカド語のバビロニア方言であった。 これは、アッシリアアッカド語と同じセム語であるが、発音と文字に若干変わったところがある。後期には、アッカド語のバビロニア方言もアッシリア方言も、話されなくなり、メソポタミア中でアラム語がこれにとって変わった。アラム語は今日までイラクとその周辺国のアッシリア人と呼ばれるキリスト教徒の母語であり続けている。ありがとうございます。